やった、やりました。生かしてるじゃないか。生かしてるだろ、この格好。いや、そうじゃないか。はい、というわけでね、これシステム、強さか。20日、30日クリア目指して20日。うん、まあなぜか危ない水着を着ているが、細かいことは気にするな、ということで、まずは30日以内クリアを達成するためにボスバトル。さあ行こう。さあ合体魔人だ。みんなさようなら。ふんどし赤ふん。揺れる揺れる。それで溶岩魔人&氷河魔人。基本的にこれだけあればいいんだよ。これだけあれば問題ない。最強、強人、無敵、粉砕玉砕大合砕と。全部倒さなきゃダメだって。もう覚えてねえや。まあ命の木の実もまだ3つ残ってる。傷薬も45個。無限復活だな。うん、無駄だな。落ち流。ちょっと。というわけで本体に直接ダイレクトアタック。一発だ。こんな弱かったっけ。いけー。あそこか。こうだ。無駄に遠いんですけど。敵が復活してしまうじゃないか。ストップ。回復しとこうか。やばい。その手をやっつけてやる。もう一個の手間あるか。さあレッツゴー。どこに行った。姿を現すんだ。あれ、どこ行った。おかしいな。姿見えない。どこ行ったの。あれれ。もう前倒したのだいぶ前だからな。雑魚倒しは出るんだったか、どっか近づいたら出るんだったか、全然覚えてないよ。雑魚が復活してないから雑魚抹殺が。よし、しもべたちを倒した。そしてここからが本番だ的な。さあ来た。混ざっていく。溶岩、氷河、フレイザードだー。違います。あ、ここに戻されてる。合体魔人。やることは同じ。やつ消えやがった。そう、当たり判定。片腕を倒してやった。もう片腕を倒すんだ。こっち、両腕を倒した。あとは本体。突撃。480。腕が蘇った。
その腕もらった。ぶっちゃけこの母数が一番弱いよ。やばいやばいよー。あっさつ。ドロドロ溶けてく。寒い寒い寒い。俺ふんどしだから。イエーイ。は。太陽の石をひらめいた。生かしてるじゃないか。やってくれたね。なんだって超激突マシンを作れたからだって。絶望的なネーミングセンスの割に泣かせたこと言ってくれるじゃない。その石何なんだい。さあとりあえずとっととクリアしてしまおう。あれどこだ。これだ。太陽の石、魔法のインゴット語り。じゃあ作ればいいじゃない。太陽の石。熱い熱い。火花が火花が熱い。ちょ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 、でかいでかいでかい。太陽の石が完成したんだねと。ありがとうよ。喜んでくれるといいんだけどねと。はいといったところで焦点を開き。あ、じゃなかった。もうどうせこのデータ使わないからね。前のデータに戻るだけだ。使う。でゃそ空に太陽がある限り。ただでさえ暑いところにさらに溶岩が。やったぜ。よくやりましたよということで、この世界は終わり。空に光が光がなんて綺麗なんだ。タラララッタッタン。あ、トゥルルルトゥットゥットゥンの方だ。目覚めたかい。飲みすぎちまったよ。笑ってやがったような気がするんだぜ。西の方で、あれだあれ。じゃあさあ行くのだ行くのだ。アネゴじゃなかった。おいおいガロンかよ。アネゴじゃねえのかよ。一緒に違うビルダーズ目指そうぜ。アドームに行くんだろ。一つ渡したいものがあるんだ。鉄アレ。じゃあ行ってきます。どうせすぐ帰ってくるから待ってろ。待っとれ。はい、というわけでクリア日数20日間、30日以内クリアね。であとは懐かしの盾ごとを、レシピ発見でいいんだ。まあでも作っちゃおうか。はい、ということで続きから、これね、もう2月10日だね、初めクリアした時。まあこっちの方が進んでるんでこっちロードかな。ダッシュダッシュ。これかな。あ、でででで、で超熱いわ。やめろよ。持ち物15個あるから足りるだろう。よし、やったぜ。ボロボロじゃねえか。キラーマシンだ。やつ、戦うのかな。戦うね。結
構強いぞ。ダメ、めちゃくちゃ強いじゃん。これ呼んでくればよかったな。パターン入った、パターン入った。よっ、まあ楽勝です。よし。ん、大して意味なかったか。どこにあるんだ懐かしの盾ごと。こうやって見ると結構広い洞窟だな、ここ。どんどん奥の方に来たぞ。一番奥どこだよ。あー、またキラーマスフィンいる。キラーマスフィンいる。倒すか。配信率高いな。俺なんかいい装備してたっけな、これ。守りのルビーに会心の指輪ですよね。光の剣を食らえ。いいね、パターン入ってその程度の攻撃私には通用せん。回転切り。おい、てめえ逃げんじゃねえよ。おじけづいたのか。痛い。弾かないでください。まだいる。洞窟内での戦いほんときついな。視点が悪すぎるわ。こいつ平気で逃げるぞ。パターン入ってない。ダメか。めんどくさくなってきた。このまま倒すの。はい。で、キラーマシーンいたけど、俺が欲しいのはそれじゃないぞ。もしかしてこれもう全部回っちゃったのかい？あった。開く。えい、今しいわしの長年の発明は完全に失敗じゃ。銀の盾ごとは完成せず、へんてこな音色の盾ごとだけじゃ。どうかわしの発明を形にしてくれ。これか。キカーン。ひらめいた。これでいいんだね。行き止まりだけど、おお、はまった。ここはん？あ、入り口か。よし、もう一応これで良さそうな感じなんだよね。でもまあせっかくなんで、キメラの翼がないぞ。懐かしの盾ごと、懐かしの盾ごと、あったあった。え、銀だけ？結構楽勝じゃん。銀、でも銀がねえわ。銀。銀どこにあったっけ？はい、というわけで、懐かしの盾ごとのための銀が全然見つかんなくて30分ぐらい探してしまった。まあ何度か見つけれたんで、作ります。はい、というわけでこれでチャレンジ完了だね。じゃあせっかく作ったんで、懐かしの盾ごと、これか。奏でられる。おお、置けるんだ。じゃあここの部屋に使う。いろんな音楽が。まあそれはいいや。よし、というわけでここのチャレンジ完了だね。
それじゃあ部屋レシピあと3つだね。ということで、ちょっと部屋を作りましょう。で、トロフィーゲットしてここのチャレンジも、クリアしてしまいましょうかね。というわけで、まずは部屋レシピチェック。あと3つでいいからね。2人部屋とかね、石の庭園とかその辺作るとね、あんま作った覚えがないからすぐ終わると思うんだけどね。博物ルーム、図書ルーム、ファイヤールーム、リビングルーム、この辺作ればすぐだね。壺だらけの部屋、壺5個と収納と明かり、こんな簡単なのはないぞ。ただね、部屋がないんだ。というわけで、気楽な部屋をここに作ってしまう。壺だらけの部屋を初めて作った。というわけで、ここ OK です。回収します。あ、これであと2つかな。キノコだらけの部屋、キノコ、ニガキノコ、キノコ、ニガキノコはここにはないな。拷問部屋、骨、捕虜の鎖、わらべっと明かり、拷問室、これであと一つ。拷問室にどれだけ集まってくんだよ。これは素晴らしい。素晴らしいか、お前。自分の町に拷問室できたんだぞ。まあこれでまああと一つ。部屋レシピ50個だからな、あと一つ。よし。そうだね、何作ろうかな。簡単、すぐ壊れる部屋、魔法の玉、おうと明かり。あ、これ超簡単じゃない。魔法の玉ってこれだろ。あれ導きの玉か。あ、魔法の玉、あれか。なるほど、3秒後に部屋消滅、そういうことか。ここだと作れないからほっとこう。あと一つでいいんだよね。ベンチと草5個、草の生えた部屋、これでいいかな。ベンチなんかあったっけ。よし、これで50個。ティロン、ティロらない。部屋レシピ50個いってると思うんだけどな。まあもうどんどん作ろう。花の咲いてやる。よし、どうだ。ティロリン、初めてって言わなかったからやっぱダメなんだね。あと1個かな。よし、ルームコーディネーターのトロフィー、すごいです。うわー、狭いです。よし、じゃあここともお別れだ。はい、というわけでチャレンジ、はい、完了。トロフィーゲット。
これでメルキド、リムルダール、マライア、ガイアまで、チャレンジ達成と。残るはラダトームのみ。ちなみにラダトームは、30日クリアが終わってるんで、クリアデータから、緑の思い出を届けて破壊の剣を発見した後、伝説の防具を持たずに竜王を倒せば、トロフィーゲットで、それが最後のトロフィーになるんで、それでプラチナゲットだね。よし、それじゃあラダトーム編いきますか。